ウルキオラに戦いを挑んだイチゴだが、真の姿を見せたウルキオラの力は圧倒的だった。戦いの場へ駆けつけた織姫が見たものは、ウルキオラのセローオスキュラスで胸を貫かれ絶命したイチゴの姿だった。ラスノーチェスの天蓋の上に織姫の悲痛な叫びが響き渡る。その時、完全に力尽きたはずのイチゴが異形の姿と化して再び立ち上がった。生きているはずがない。その姿は何だ、誰だ。幾時超えないのか。お前は誰だと聞いている。どうも言葉が通じんらしい。残念だ。残念。行くぞ。バカな。今のは紛れもないセロだ。あるはずがない。人間ごときがセロを放つなど。残念。行くぞ。残念。力の差を教えてセロを吹き出す。あれが本当に。くだくんなの。ランサデル・レランパール、よく見ておけ。命を閉ざす瞬間くっててる。残念。黒いセロくっててる。残念。行くぞ。どうだ。残念。食って食ってだ。残念だ。消えろ。ゴミです。なんだ。食ってだ。残念だ。どうだ。食ってってだ。行くぞ。お前がなぜそんな姿で真実の都合を教えてやる。いくらお前の攻撃能力が高まろうと、行くぞ。この俺を倒せ。ランサデル・レランパール、よく見ておけ。命を閉ざす瞬間どうやどうにするの。食ってやる。何だと。どうやどうにするなよ。残念。食って諦めろ。消えろ。残念だ。食って残念だ。食ってどうだ。残念だ。食ってやつ。何食ってだ。残念。私のせいだ。私がこんなこと言ったから。何だと。ウサキ君、私を助けようとして。力の差を教えてやる。行くぞ。まさかこの俺がホローと化した人間などにやられると。